オタファの秘密基うご画をご覧の皆さん、こんにちは。オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだアクショントイスマシンロボシリーズ03イーグルロボだというわけで今回がマシンロボ第2弾のレビューになります。前回のロッドドリルも合わせてぜひ見てください。さあ、というわけで早速レビュー行きましょう。まずはこれがパッケージ。 あの、懐かしのマシンロボの、あの、箱のデザインですよね。うん。あれを放出させます。イーグルロボ。イーグルロボは、変形して、じゃんロボットになります。これがすごいかっこいいんですよね。うーん。さあ、それでは早速、イーグルロボを取り出します。いでよ、イーグルロボロットド,ドリル、バトルロボ、そして、今回のイーグルロボです。ご覧ください。 このようにスタンドにマウントされています。スタンドから取り外します。じゃんこれがイーグルロボです。この大きさがいいですよね。あの、僕たちも大人になったんで、マシンロボって言ったら、こう、手の中にこう、スポッと収まるサイズなんですけども。このイーグルロボも、まあ、こう、手のひらサイズですよね、うん。ちょっと大きいぐらい。昔発売されたイーグルロボもカラーリングはこのような薄いグレー。 キャノピーの部分がクリアーブルー。うーん、これ質感いいですね。で、やっぱりマシンロボと言ったらダイキャスト。うん。ここ。この部分がダイキャスト。それから、この、このジェットノズルの部分。ここがダイキャストです。後ろ側はこのようになっています。うん。で、ここにランディングギアが1個。2個。そして、ここ。 このように置くことができます。うーん。いや、これ本当に質感が高いですね。こんな感じ。前回のロットドリル。ドリルの先端が伸びるエフェクトパーツがついていましたよね。今回のイーグルロボは、当時の設定にはなかったこのパーツ。反対側もあります。そして、この本体の横のこのパーツ。これがついてきます。 で、この4つのパーツ。これらがただ余るだけじゃなくて、こんな風にくっつきます。これはここかなこのように全部をくっつけると、ロボットモードの時の10になります。こういう独自解釈、いいですよね。この状態で昔のイーグルロボになります。これもいいですよね。もしパーツがこう余るのとか、取り外すの嫌だなっていうんであれば、もうこれ自体をあの使わなくても もう、この状態でも十分です。さあ。それではね、マシンロボ。やっぱり変形が一番の楽しいところですよね。それでは、イーグルロボ、変形開始これのオタワテクニカルレベル。そうだな。今回の第1弾の中で、イーグルロボが一番難しいんですよね。オタワテクニカルレベル5かなうん、5。あの、ゆっくり変形させていきます。まずは、裏側。ここですね。このパーツを、 こっち側。これを起こしますこ。こっち側を起こすと、この両側も外れます。こういう風になってますん。これを外したら、ここから下が下半身。このウィングの横にピンがあるんですよね。このピンを外したと同時に、ロックが外れます。両方外してあげると、後ろから見ると、ここに太ももがあります。これを展開。 こういうふうになっているんです。こう。反対側も同様。折り曲げて、伸ばす。こう。そしたら、ウィングを折りたたむ。こっちにもあります。反対側も同様。うん。そしたら、ジェットノズルを開いて、足首にします。うん。こんな感じ。これで下半身完成。 さあそしたら今度は上半身。まずは、ここ。このパーツ、それぞれにロックがあります。上から持ち上げて、ロックを外します。ここ。これを外して、ここ今ちょっとこう分割されてますよね。後ろに押し込むように展開すると、このように外れます。ロックを外して押し込む。うん、これが腕ですね。 次は機種。これはちょっと下に下げる。そうするとロックが外れます。こうなっているのを少し下げてあげて、これに展開すると頭部が出てきます。で、一番最初に変形させたこの部分。これより下にこう下げます。ちょっとこうくぐらすような感じですね。こう。そしたら頭部を正面に向けて、再び背面のここ。 これがちょっと細かくて複雑になっているので簡単に説明しながらこうやっていきます。まず、この穴にこのピンでロック。そして、この上側。これがこういう感じでくっつきます。で、これが左右に2箇所2箇所。全部で4箇所あるんですけども、これを同時にこうロックさせなきゃいけないんですよね。まずはここ。ここに軽くロックして、上側。ここ。ここも軽く。 ロックさせて。反対側も同様です。これ見えるかなここと、ここ。軽く押さえた状態でこのまま押し込みます。そうすると、ロックがかかります。こことか、ここ。これで胴体は完成です。で、この頭部の横の、このパーツ。これを、この頭部のすぐ横まで稼働させてください。さ最後は腕。 まずは肩の横。これを反転させて、この位置。ここまで持ってきます。ここに突起があります。うん。ぴったり止まる位置があります。で、このパーツを引っ張る。こう。そしたら、腕の位置をこっちですね。で、反対側から見るとここに拳があります。拳を展開して、このパネルを折りたたむ。これで腕の完成。 判定側も同様です。このパーツ、ここを引っ張って、腕を正面に持ってきて、拳を展開。カバーを閉じれば、完成イーグルロボだおー、まあ、変形工程少し多かったかな。うん。ですが、見事に、イーグルロボに変形しました。 ちょっと各部じっくり見てみましょう。頭部はこのようになっています。うん。あの、ゴーグルがクリアパーツになっていて、首の根元がボールジョイントで稼働します。各部、ボールジョイント。軸。うん。ヒンジ。手首はボールジョイント。うん。結構柔軟に稼働しますね。うん、腰。それから足。うん。大きく稼働します。 この膝下、うん。こんな感じ。それから足首。これ根元がボールジョイントなんですよね。うん。こんな風にかっこいいポーズを取らせることができます。さっき組み立てた武器。これちょっとアップで見てもらうと、ここがグリップ。それからここに突起がもう一つあります。ここを使ってマウントします。 銃を構えるとこんな感じ。おー。こうやって余らないのがいいですよね。うん。これ似合います。付属のスタンドにセットするとこのようになります。浮遊感のあるポーズが再現できますね。次は大きさ比較。前回レビューしたロッドドリル。これと比べるとわかるんですけども、大きさが全然違います。 ロトド,ドリルの方がちっちゃいですよね。ガンダムを置いてみましょう。144分の1スケール。イーグルロボの大きさは13.5センチ。というわけで今回のアクショントイスマシンロボシリーズ03。イーグルロボのレビュー、いかがだったでしょうか大きさは約13センチくらいと、そんなに大きくないものではあるんですけども、各部に合金が使用されていたり、手応えのある変形。うん。 あとは稼働範囲もとっても広くて、本当にこのマシンロボのリメイクアイテムとして素晴らしいなと思いました。前回のロードドリルの時にも言ったんですけども、これは日本国内での販売予定は今のところありません。ただ海外のトランスフォーマーなどを扱っている有名な海外のサイト、そういうところでは、おおよそ約60ドルくらいで販売しています。本当は日本のキャラクターなんで、できれば日本のなんか有名な通販サイトとか、ああいうところで取り扱いがあるといいんですけどね。うーん。 気になった方、ちょっと入手方法が大変だと思うんですけども、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったなぁ。楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や、厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。おー、オタファ、これ結構変形工程複雑だったねーとか。あー、でもこれかっこいいねーとか。あー、僕ちっちゃい頃このイーグルロボのマシンロボ持ってたよーとか。あー、オタファ、マシンロボってそういえばシリーズいっぱいあるねーとか。 ああ、オタファ、マシンロボレスキューとかのレビューやってくれよ、んとか。<laughs> オタファ、無限バインとか知ってるかいとか。他にも、このイーグルロボに関することや、他のマシンロボに関することなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。次回はバトルロボ。ぜひ見てね。